舞鶴港は日本海に面する舞鶴湾にある港。所在地は京都府舞鶴市。港湾管理者は京都府。港湾法上の重要港湾、高速法上の特定港に指定されている。2004年より京都舞鶴港の通称が与えられている。古来より北前船の寄港地とも知られ、日本海側でも有数の商業港として栄えていたが、明治時代に、 日本海側唯一の海軍鎮守府ュ鶴マイズルが開府し、軍港として飛躍的に発展した。日露戦争の際、そのほとんどの船がここから出港した。戦時中も東港が軍港として整備され、西港は対岸貿易拠点港として整備され、朝鮮や満州への定期航路を有するまでに発展した。戦後は、 シベリア抑留等からの引き上げの際も多数の船がマイズル港に寄港している。現在は大きく2つの港に分かれており、東港が海上自衛隊マイズル地方総幹部が鎮座する軍港として、また市内最大規模の事業所でもある造船所、ガラス工場が面した工業港、さらに近年は近畿県と北海道を結ぶ長距離フェリーを中心とする。 国内旅客港としても機能し、西港は海上保安庁、第8管区海上保安本部の海上警備の拠点港として、また対中華人民共和国、大韓民国、ロシアなど対岸諸国への定期コンテナ航路を持つ、国際貿易港として機能分担のもと発展している。なお、第3種漁港であるマイズル漁港についても、本港で述べる。マイズル湾マイズル港は、 本州の日本海沿岸が南に入り組んだ若狭湾西部の舞鶴湾にあり、外海に対して入り江になっている。平均水深20メートル湾の出入り口は約700メートルと狭く、水なぎと呼ばれるほど湾内は極めて静音である。またその地形から湾内の緩慢差もほとんどなく、また四方を400メートル程度の山々に囲まれるなどし、冬場の日本海側港湾でも、 強風、高天を避けることのできる天然の良好として知られている。旧日本海軍が舞鶴を陳述不設置の地としたのも、港湾を囲む山々に永久要塞を建設することで艦艇の安全を図り、また、ロシアや朝鮮半島からの脅威に対して、日本海側の防衛力強化を図ったものである。現在の港湾自体は、江戸時代の1700年代より活発に、 利用されてきた。現在も、京阪神を、背後圏県に収める、物流拠点である。なお、港湾自体は大きく分けて東港と西港に分けられる。詳細は後述する。2005年には共同通信社と、全国地方新聞社連合会が企画、編集した、地域を元気にした港50選の一つに選ばれている。ジャパンマリンユナイテッド。 マイズル事業所東港はもともとは漁港として栄えていたが1889年に帝国議会により軍港に指定されると政府によって大規模な開発が進められた。1901年にチン府が開設されると日本海軍が港湾のみならず本来単なる入り江に過ぎなかった東マイズル地区の土地造成も行い現在の形となった。 1904年の日露戦争時は東港より海軍艦隊が出撃し、日本海海戦でロシア帝国のバルチック艦隊と交戦している。その後、軍事施設が建設、集積化されると軍港職を強め、商業、貿易港の西港と住み分けるようになった。アジア、太平洋戦争での敗戦によって、帝国海軍は解体されたが、現代では海上保安庁や、 海上自衛隊が基地を構えており、日本列島の日本海側の防衛や、海上警備において、重要な拠点となっている。近年では、北朝鮮の工作船事件などで、国防上の重要度が高まり、舞鶴飛行場が建設されたほか、工作船の活動に備えるためミサイル艇2隻、また、日本海の戦略的重要性から、イージス艦2隻も順次配備された。 また直近では、隣接する大波燃料庫施設が拡充されるなどしている。舞鶴地方隊は、島根県、山口県県境から、秋田県、青森県県境までという広大な守備範囲を持ち、舞鶴港は、本州日本海側の海の守りをほぼ一手に引き受ける、海上自衛隊の主要基地として、機能の増強が図られている。東港では、 旧帝国海軍舞鶴交渉の伝統を受け継ぐ造船所があり、自衛隊三橋の先に造船ドックを見ることができる。なお、軍港として栄えた東港であったが、1987年にフェリー専用埠頭である前島埠頭が造成されると、近畿県と北海道を直結させる新日本海フェリーが西港より移ってきた。現在の舞鶴港東港は、 海上警備、国防上の役割のみならず、国内海運の日本海側航路の拠点としても重要になっている。造船所並びに、海上自衛隊基地周辺は制限海域となっており、原則関係船舶以外は立ち入りできない。マイズルフェディターミナル、関西地方のみならず、西日本と北海道を結ぶ。 大動脈として機能する新日本海フェリーの発着する旅客ターミナルで東舞鶴駅より 2.3km 先にある前島埠頭に設置されている。通常、公共交通機関でのアクセスはないが、下記や大型連休等半雑きのみ、フェリー発着時間に合わせて東舞鶴駅より路線バスの運行が行われることがある。 また新大阪駅からの連絡バスが半座付き以外にも運行されていることが多いため比較的使いやすい。タクシーで東舞鶴駅まで約5分ほどかかる。車の場合舞鶴東インターチェンジより約15分程度。なお以前は西港の舞鶴港湾合同庁舎付近がフェリー専用不当であり、東港の舞島不当付近に海上保安庁が常駐していたが、 船舶の大型化や旅客、貨物の増加に伴い、西港より東港に移っている。フェリーターミナル内には飲食店のほか、売店などが入店している。24時間営業コンビニ等は、ターミナル内及び不等内にはないため、JR 東舞鶴駅付近及び、塩路海岸沿い、舞鶴市役所付近にあるコンビニを利用する必要がある。国の重要文化財にも指定される。 マイズ赤レンガ倉庫群東港は前述の通り、明治時代より軍港として発展してきた関係から、多くの旧日本海軍関連の遺跡を有している。特に近年ではマイズ赤レンガ倉庫群などでは、映画の撮影なども行われるなどしている。他にも、世界中のレンガを集めた赤レンガ博物館や、マイズ市の歴史や風俗を展示したマイズ市政、記念館、マイズ 知恵像なども整備されており、観光名所ともなっている。また2008年には、国の重要文化財に指定された。春には、引上げ記念公園、友楽公園、炎山公園、志潮大公園などの桜が市民にも親しまれている。舞鶴港、第二塔のガントリークレーン。コンテナ専用塔として、定期航路が発着する。西港は、 マイズル城の城下町として発展してきたため、江戸時代より商業港として発展してきた。また明治期以降は、対岸貿易の拠点港に指定され、朝鮮、満州などに複数の定期航路を有するまでになり、最盛期には取扱い貨物量が63万トンに達するなど、日本海がわずの貿易港にまでなる。しかし、太平洋戦争が激化すると、 海軍の要請により商業港としての機能を停止し、軍港として整備された。戦後は軍港指定を外れ、再び商業港として歩み、1951年に重要港湾に指定された。1968年には第四埠頭が整備され、1975年に第三埠頭が大改修された。1991年には、 第三埠頭がコンテナ専用化されている。1989年に舞鶴若狭自動車道舞鶴西インターチェンジが開通したことにより物流の用として注目され、1990年3月には韓国の船会社により舞鶴不参管に定期コンテナ航路が開設、2007年3月には舞鶴と中国の大連。 人体を結ぶ定期コンテナ航路も開設されている。現在、2010年4月に悲願であった、舞鶴国際埠頭が完成し、5万トン級のフルコンテナ船が就航でき、また埠頭から高速道路へ直接アクセスできる国道27号バイパス、西舞鶴道路も計画中であり、国際物流港としての重要性がますます高まりつつある。また港内には、 マイズル港湾合同庁舎内に海上保安庁第8管区海上保安本部もある。マイズル漁港また西港地区は漁港漁場整備法におけるマイズル漁港を内包し大型低地毛漁船の拠点となっている。京都府では最大の漁港として知られ、府内生産物取扱量の60%以上を占める水産物流通の中核的漁港となっている。また、 他府県漁船の利用が多いことも特徴である。なお、舞鶴市により、海産物即売所である、舞鶴港トレトレ、センターが建てられている。2004年9月30日には、生活道路たる国道の扱いで存続し70年の歴史を持つ舞鶴案内連絡船が、利用者の減少と船の老朽化により廃止された。京都市伏見区の名神高速道路京都南 IC、 近くに開設されている、舞鶴港専用の集荷拠点。1999年に開設され、関税及び内国消費税が課されることなく増置できる、保税増置を完備している。一番の特徴としては全国に先駆けて、同施設から舞鶴港までの陸送費用を、舞鶴港振興会等が全額肩代わりし、荷主負担が無料になるなど、舞鶴港を 京都市内に所在する港の間隔で利用できるよう利便性を向上させている。また2005年には2000平方メートルから5000平方メートルと2.5倍に拡充されたが、現在は運用は終了されている。舞鶴港第二頭、第三頭に停泊する海保巡視船、不送舞鶴倉庫の第八倉庫に役作業を行う韓国向けの船舶。 国際航路すべて貨物船によるものである。韓国航路は週4便、中国航路が週1便、ロシア航路も週1から2便が就航している。国内航路新日本海フェリーにより、過客フェリー航路が運航されている。北洋木材と中古自動車を中心に運ぶロシア定期航路、舞鶴港はその地の利を活かし、北洋材の輸入港として発展し、 1958年には日本で初めて日ソ定期航路の寄港地に指定され、1975年には旧ソ連湾の港への定期航路も開設された。その後も貨物量は順調に伸び、1986年には北朝鮮、清津港を経由する日中、日本海定期航路が開設され、 1989年には、旧ソ連ボストチヌイ公営の定期航路も開設されるに至った。1989年には、横浜港や神戸港など主要港に就航していた、トランスシベリアコンテナ航路の寄港地に選ばれ、日本海側では先んじて、コンテナ航路が開設された。また、1990年には、高湾海運と高来海運の韓国船、会社2社によって、韓国、 登山港への定期コンテナ航路が開設されると、舞鶴港のコンテナ化が進んだ。その反動で、在来航路の統廃合も行われたが、1999年になると、中国の船会社による中国、大連、上海への定期コンテナ航路が開設され、2007年には、日本の蒲原汽船も参入した。2011年に、日本海側拠点港に選定されると、 2012年6月に京都府が主体となり、ロシアへの定期コンテナ航路が開設され、韓日本海を中心に航路を拡充し、近畿北部の物流の拠点として整備が進められている。しかし一方、航路の安定化は、マイズル港に課題ともなっている。戦術の TSCS 航路は、ソ連崩壊やロシア経済の混乱などにより日露、貿易自体が激減。 マイズル港でも木材製品のコンテナ化など施行されたが、抜本的な解決方法とはなれず、1997年に航路休止に追い込まれている。2007年以降は、ロシア政府が北洋材の輸出関税を段階的に引き上げたため輸入量が激減した。中国航路と韓国航路は比較的安定して航路を維持しているが、 韓国航路が一時週二便に増便されたものの、原油港などにより再び週一便となった。しかし2013年5月には、長金商船による舞鶴機構が開始され、再び週二便となった。2015年には DBS クルーズフェリーが舞鶴機構を開始し、韓国航路が週三便に増便となり、2019年には、高来海運の定期航路が復活。 韓国航路が週4便となった。2020年9月には、韓国中堅海運会社のドゥーン商船により、韓国歩行とロシアウラジオストクを結ぶ、可客定期フェリー航路が開設されるなど、航路数及び取扱貨物量が増加傾向である。2003年現在、京都府内で輸出されるコンテナ貨物は、 国土交通省の調査によると月78,528トン、輸入されるコンテナ貨物は月1 0万1 6 8トンであり、そのうち、舞鶴港周辺50キロ圏内では、輸出貨物が月8,914トン、輸入貨物が月13,369トン、輸入でも4.6%の月4,608トンにとどまっている。 神戸港や大阪港などが近い京都府南部の除いて、舞鶴港周辺エリアだけでもコンテナ貨物の潜在需要は年間約2万 7000TU あると言われるほか、また兵庫県北部や福井県若狭地方、舞鶴若狭自動車道沿線の需要も考慮すると、潜在的には約7万 TU の国際貨物需要があるとの推計もあるが、現状の 7000TU、1万 TU の 取扱量は、この推計と比較すると限りなく少ないことから、京都府や舞鶴港振興会などが、ポートセールスに力を入れている。コンテナ利用補助金制度舞鶴港で、二百0産業中の蒲原基船。コンテナ航路は、中国、大連、チンタオ航路と、韓国、普山航路がある。舞鶴港は、日本海側港湾のみならず、京阪新地区の港湾とも競合しており、 コンテナ貨物の収貨が課題となっている。そこで、京都府等は、コンテナ航路の利用促進を図るべく、2009年4月より、1年間に 10TU 以上の貨物の取扱い計画がある、事業者に対して、最大1000万円の補助金を交付している。ただしベースカーゴとなるウル1補助対象貨物あたり、年間 2000TU 以上の利用がある場合は、 補助金の上限額を2000万円とされている。舞鶴西港の第8管区海上法案本部舞鶴発電所、舞鶴鎮守府舞鶴21ビル。ありがとうございます。